片町スクランブルナイトボリューム45、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ということで今日はですね、オーダーシャツ金光堂の宮谷隆之さん、はい、そして石田式典の石田正弘さん、正弘さんでございます。はい、はい、お二人エンディングお付き合いいただきます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、まあ今日はね、春のアイテム、そしておすすめグッズ、いろいろご紹介してまいりましたけれども、まあでも本当いっぱいありますね。うるほどあります。お商売なさってます、はい。ね、でそれぞれのお店の特徴といいますかね、うん、持ち味というか、うん、同じこう片町商店街、歴史ある商店街の中でそれぞれがね、個性を出してますもんね。そうですね、うん、やっぱり今はそういう個性的じゃないとなかなか商売もね、うん、難しいかと思いますけども、うん、こういった商店街がだって言ったらなかったわけですもんね、昔々は。まあ、まあ、商店街というのはやっぱり自然発生的に昔はできたんだと思うんですけど、人が流れるとか、そういった、片町っていうのはどうなんですかね。一応日本で2番目に古い、あ、2番目は一番古い、はい、ごめんなさい、商店街、商店街って言われてますから、はい、はい、2番目の人に1番やって言われて分かったらしいですけど。あ、そう、はい、そうなんですか、はい。でそのね、商店街が、まあ、昔はそうやって軒を連ねていたけれども、はい、今はそういったオンラインでウェブ上で、ね、はい、それぞれのまた持ち味良さを生かして全国からこうアクセスがあるわけでしょ。そうですね、うん、特に石田さんのところはウェブでやりながらもやっぱり金沢で、石川県で、石川県のものを販売してるっていうのがやっぱり一番の魅力である特色だとは思いますけどね。はい、そう、いろんな県から注文来ますからね。はい、ありがたいです。石川県の輪島塗り、山中塗り、秋江沈金ってもやっぱ これだけ、ね、たくさんこう皆さんもご存知の方も増えてきてますもんね。うん、そうですね、はい、贈り物に買っていかれるか顔は注文される方は結構多いでますね。ね、はい、石川らしいものをとかね、ご当地ならではのものを探そうと思えば、ね、石田さんのところ、はいはい、そしてまたこだわりのものとなれば宮谷さんのところ、はい。まあ、フルオーダーで、シャツを作ってるとも意外と少ないんですよ。ましてやうちの場合金沢に、近くに工場もありますし、はい、そういったところがあって、まあ、本当にオーダーシャツってどこでもあるような感じしますけど、ね、うん、意外と少ないのもあってやっぱり、まあ、特色あるっていうか需要も、あって、まあ、全国いろんなところからご要望いただいてるっていう感じですね。はい、林千佳どうでした、うん、今日いろいろお話伺って。そうですね、なんかメンズのアイテム、ファッションアイテムってあまり見る機会がなかったんですけど、うん、今日はすごく勉強になりました。はい、うん、うん、それになんかこう金沢らしいなんか伝統工芸も見せていただいて、うんうん、海外の方に送るにはぴったりかなっていうふうに思いました。うん、はい、ね、うん、ね、シャツで言ったらレディースも作れるって僕初めて知りました。うん、はい、まあ、その辺も今ネットではですね、なかなかその採寸が難しいのでまだそこまでは言ってませんけども、うん、ご来店いただければ、きちっと採寸して、お作りすることはできると思いますし、うん、まあ、ちょっと既製品のシャツに合わないという方はやっぱり多いと思いますので、うん、ぜひお使いいただければなというふうに思います。うん、はい、石川県の言葉で値あるって言うじゃないですか。値ある、ね、まあ、石川県の言葉ですよね、多分ね。そうそうそう、うん、値ある、値ある、それだけの価値があるっていう意味合いかと思うんですけれども、はい、値あるものがね、片町いっぱいあると思うんで、はい、ぜひね、お出かけいただいてその値あるものを探してもらいたいなというふうに思います。はい、今日はなんか商店街らしいユーストリーム配信ですね。ですね、そう、ツイートでもね、いっぱいいただいておりまして、はい、片町一番古い商店街なんですね。はい、ごめんなさい、さっき2番目ってちらっと言ってしまいましたけど、一番間違いなく1番です。はい、はい、ということでですね、この歴史ある片町商店街からライブ配信でお送りしております、うん、片町スクランブルナイト、そろそろお別れでございまして、はい、はい、また来月もですね、配信あります。新年度も平成29年度も、はい、はい、よろしくお付き合いいただければと。ああ、もう4月ですね。そうですよ、はい、次はどんな
あれでいきましょうね。どんなんでいきますかね。これもまたお楽しみということでございまして、はい、お付き合いありがとうございました。この時間エンディングをお付き合いいただきましたのはオーダーシャツ金光堂の宮谷孝之さん、そして石田式典の石田正弘さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今月もお付き合いありがとうございました。お相手加藤豊と林鹿がお送りしました。また来月です。さよなら。